皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回もホロソのご提供でイラスト講座を受けてきましたので、その内容を皆さんに共有していきたいなと思います。で、まずコロソをね、知らない人のために少し紹介しますと、コロソはイラスト、映像デザイン、視覚デザインなど業界トップクラスの専門家のノウハウを学べるオンライン教育サービスです。で、これがね、めちゃくちゃ話題になっていて、何がすごいって講師の先生方がマジですごいんですよ。例えば現在ね、ツイッターでフォロワー数が100万人を超えるモダレ先生とか、アズールレーンのイラストなどを手掛けているチャン先生など、ものすごいイラストレーターさんが講師をやってくれてるんです。ここまでトップクラスの現役クリエイターさんたちが講師をしてくれてるサービスってもうなかなかないんで、本当にすごいサービスなんです。で、その中で今回ね、受けさせてもらった講座はこちら、たかし先生の厚塗り技法とラグジュアリーな演出で描くキャラクターイラストです。たかし先生が厚塗りのやり方をわかりやすくね、教えてくれる人気講座をね、受講してきました。でですね、今回もね、なんとその講座の内容の一部をこの動画でね、ご紹介しちゃいたいと思います。ぜひね、皆さんもこの動画を見てしっかりね、学んでいってください。それではスタート。はい、ということで早速厚塗りのやり方をね、紹介していきたいと思います。で、ちょっとね、聞きたいんですけど、皆さん厚塗りってどうやってやっていくイメージでしょうか？まあ、厚塗りっていうと、こうシルエットを描いて、そこに色をね、どん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 乗せていくっていうのが一般的なイメージだと思いますが、ここでたかし先生が紹介する厚塗りは、なんとね、それではありません。じゃあどんな方法なんだよっていうと、厚塗りの過程の固定概念をなくした方法なんです。よくあるね、デジタルイラストの描き方、ラフ画を描いて、線画を描いて、パーツごとに色を塗り分けて、で、影レイヤーで影を描いてっていうね、その方法をアレンジした方法になります。で、今回紹介する従来の厚塗りとは違う厚塗り方法、今ね、めちゃくちゃ人気です。いろんなイラストレーターさんがやっていますし、実際ね、僕もよくやっている方法なんです。そんな感じですごくね、使われている方法なので、ぜひね、この最新の厚塗りのやり方覚えていってください。で、やり方なんですが、先ほど少し説明したように、まずはよくあるデジタルイラストの過程と同じように、ラフを描いて、線画を描いて、下塗り、パーツごとに色を塗り分けて、影を塗るっていう順番で描いていきます。レイヤーは線画、パーツごとの下塗り、影で分かれている状態です。この状態だと当たり前ですが、全然厚塗りっぽくないですよね。で、ここに主に2つの過程で厚塗り感を出していきます。1つ目は立体感を与える作業、2つ目は加筆です。それではまず立体感を出していきます。先ほど塗った影を整えて、厚塗りっぽく変えていきます。ぼかしたり、影を追加したり、色を追加したりして、どん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 厚塗りっぽくしていきます。で、ここで何ブラシを使ったらいいのとか、どういうところにどんな風に塗ると厚塗りっぽくなるんだろうっていうのは、実際の講座の中でたかし先生が詳しく説明してくれています。例えば紙の説明をしてくれてる講座風景がこちらです。はい、次は紙を加筆していきましょう。まずは立体感を与えるために、ベースより少し濃いめの色を選択してあげます。ベースの色をスポイトで取って、少し右側に動かしてあげます。右側に動かしたら、やや下の方の色を取ってあげてください。大体このような色になってくれたら大丈夫です。そしたらこの紙のベースレイヤーの上のレイヤーを選択してください。早速加筆を行っていくのですが、紙の場合は多少フレア跡を残しても、情報量を与えるにおいてあまり違和感を与えないパーツになりますので、あえてフレア跡を残すように加筆をしてみましょう。ここで使うブラシが塗料普通平ですね。では情報量を増やしていきます。紙に立体感を与えるにあたって、それによるツヤを表現することも意識すると、さらに魅力が増します。透明色を使いながら色を削っていくと、少しハイライトとは違ったツヤを表現することができます。
はい、という感じで今回はね全部お見せできないので、こういう内容まで知りたいっていう方はぜひね実際に講座を受けてみてくださいね。講座ではまあ、こういったブラシや塗り方だけでなくレイヤー構成などもね詳しく説明してくれています。はい、で立体感がついたら次に行うのが加筆です。厚塗りといったらやっぱり線画が線画っぽくない方が厚塗り感が出るので、そう見えるような加筆を線画レイヤーの上からね行っていきます。もうとにかく線画が線画っぽくなくなるように綺麗にね整えていきます。例えばこのようにインクだまりを表現していったりするとね、どんどん厚塗りっぽくなっていきます。で他にも化粧をするような感じで顔に加筆をしたりもします。ハイライトや赤みなどを加えて情報量を上げていきます。このようなことをすることで厚塗りじゃない塗り方で描いたものを厚塗りに見せることができました。これ本当に流行りの方法なのでぜひね皆さんもやってみてください。でこの後はこれとは別の2種類のね厚塗りの方法を紹介したいと思います。今紹介した方法と組み合わせたり状況に応じて切り替えることで厚塗りをさらにグレードアップすることができちゃいますよ。はい、で次に紹介するのがグリザイユ画法です。グリザイユ画法聞いたことあるなーとかやり方知ってるよっていう方もねいると思うんですが、たかし先生がここで紹介する方法はやっぱりねよくある方法とはちょっとね違う方法なんです。でまずねグリザイユ画法よくわからないっていう方のために簡単に紹介すると、白黒で絵を描いて後で色をのせていくっていう方法のことです。で一番よく紹介されているやり方は白黒で絵を描いて上からオーバーレイっていう効果で色をのせていくっていう方法になりますが、今回はねそうではありません。やっぱりよくあるデジ絵の描き方のようにレイヤーを分けて絵を描き進めていく方法なんです。やり方を説明していきますね。まず普通にラフ画を描いて線画を描きます。で普通はここでねいろいろな色で塗り分けをしていくんですが、一旦灰色で全体を塗ってしまいましょう。でそこから影を塗ったりハイライトを塗っていきます。影は上山レイヤーに塗っていきます。こんな感じですね。1影だけじゃなく2影もね塗っていきます。この時立体感が出るように厚塗りっぽく塗っていくのがポイントです。でハイライトはオーバーレイレイヤーに塗っていきます。この時も立体感が出るように厚塗りっぽく塗っていくことを意識しましょう。はい、白黒でねこのように塗り終わったら、次は灰色で塗っていたベースカラーをカラーでね塗り分けていきます。ここがよくあるグリザイユ画法とは違うところなんです。今回紹介するグリザイユ画法、普通にねデジタルイラストを描く方法っていろいろあるんですが、そのうちの一つと結局最終的なレイヤー構成は同じになるんですよ。レイヤーを分けて描けるから厚塗りに慣れてない人でもとっても描きやすい方法なんですよね。でこれ塗り分けが終わった状態なんですけど、なんかね全体的に暗いですよね。パッとしない。なのでここから影の色やハイライトの色を調整していきます。そうするとこんな感じでかなりね印象が変わったと思います。でここから先は最初に紹介した厚塗り方法と大体同じになります。加湿したりして厚塗り感を出していきましょう。このグリザイユ画法の手順って、実は色付けと影の描画の順番が普通のデジタルイラストと逆なだけなんですよね。でも白黒から描くことで陰影に集中して描けるっていうところがもうすっごくねいいんです。また全体の陰影を一気にね描けるので、パーツが多すぎて大変っていう時とかにとっても重宝します。実はね僕も結構やってる方法だったりします。なんか陰影から描きたいな、ごちゃごちゃしたイラストで楽したいなっていう時とかにぜひねやってみてください。で次に紹介するのが従来の厚塗りの方法です。1枚のレイヤーにシルエットから描いていく方法になります。一回手順をさらっとお見せしていきましょう。シルエットを描いてこのように肌色をのせて立体感を出していき、
整えていくっていうような手順になります。で、この塗り方はどういう時に使うといいかっていうと、僕はね、よく小物とかに使います。これまでに紹介した厚塗り方法で絵を描いていって、最後にね、細かい小物をこの方法で描き足したりすることが多いです。例えば指輪とかですね、こんな感じでシルエットから簡単に描き足すことができるので本当に便利なんです。細かい小物は線画も塗り分けもとっても大変なので、後からこんな感じで描き足すととっても楽だったりします。ぜひうまく使ってみてください。はい、ということで3つの厚塗り方法を紹介してきましたが、どうだったでしょうか。厚塗りっていろんな方法があるんだなって思ってもらえたんじゃないかなって思います。状況に応じてうまく使い分けて楽しくお絵かきしていってください。で、もし今回の講座でレイヤー構成が詳しく知りたいよとか、どんなペン使ったらいいの、どういうところにどうやって塗ればいいのっていうね、疑問がある方いましたら、ぜひね、実際の講座を見てみてください。たかし先生がマジで細かく紹介してくれているし、講座で使ったイラストのデータなどもダウンロードできますので、全部ね、解決できると思います。紹介しているブラシやダウンロードできるイラストデータはクリスタ形式だったので、そこだけご注意ください。で、この講座なんですが、なんとね、厚塗りだけじゃなくて他にもいろんなことが学べちゃうとってもお得な講座なんです。なんとデッサンの講座とか、キャラデザの講座、質感の塗り分けの講座に、ラグジュアリー感の出し方などなど、それ以外にもこんなにたくさんの講座が受けれちゃう、もうね、とっても盛りだくさんな講座なんです。で、さらに1枚のイラストを1から描いていく様子を全て解説してくれている講座もあるんです。講座は全て等倍速でじっくりね、見れるので、細かいところがしっかり確認できますよ。そしてそして、コロソの動画はなんと一度購入したら無期限で視聴できます。時間が取りづらい学生さんや社会人の方でもゆっくりじっくり学べるのがいいですね。で、なんと皆さん朗報です。この動画を見た方限定のクーポンがありますので、概要欄をチェックして受講いただくとお得ですよ。もちろんこれ以外にもコロソにはたくさんのコースが用意されているので、ぜひね、いろいろチェックしてみてください。それでは、コロソで学ぶ厚塗りのやり方でした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵かき関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではー。